こんにちはナビゲーターの足崎真奈ですさあいよいよ来週から12月に入りますね皆さんご存知でしたでしょうか12月3日から9日までの1週間は障害者週間に定められているんですこちらは去年の障害者週間に開催されたチャレンジドウィークフェス in 横浜2021の様子です毎年12月3日から9日までは国が定める障害者週間です 障害のある方の福祉についての関心と理解を深めるとともに障害のある方が社会経済文化そのほかあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として障害者基本法に定められた習慣です。今回の「ハマナビテーマは「ともにチャレンジ一緒に輝く」です。 日々の暮らしや仕事、アートなど、さまざまな分野で障害のある人もない人も、共に輝く社会を作るための活動や取り組みをご紹介します今年オープンした古民家レストラン、コンセプトは、自分へのご褒美が社会貢献になるとはどういうことなのか。生まれてすぐ視力を失った現役専門学校生ミュージシャン。 音楽を通じて伝えたいこととは日本で唯一盲導犬、介助犬、聴導犬を育成する団体日本補助犬協会その取り組みやユーザーの思いに迫ります障害者週間を前にぜひご覧いただきたい30分です 街と光のアートイルミネーション夜の夜が横浜都心臨海部で開催されています港の夜景を光と音楽でダイナミックに演出するナイトビューイングは1日8回実施大桟橋から見るのがおすすめですまた今年は新興中央広場に加え大桟橋不当ビルや山下公園でも光の演出を実施します 浜ナビ今回は障害のある人もない人も共にチャレンジし輝くための取り組みをナビゲートかののの町にやってきました。ご覧のようなな横浜の原風景、がが広がる自然豊かな地域です。最初にご紹介するのはこの敷地内に今年オープンした自分へのご褒美が社会貢献になるというコンセプトの古民家レストランです。 レストラン,キュウエモンテイ自然豊かな里山でフレンチを中心に和洋折衷の料理を提供する古民家レストランです1836年に建てられた古民家を改装し今年5月にオープンしましたこんにちはお邪魔します こちらの落ち着いた雰囲気の古民家レストラン、実は就労継続支援 B 型の福祉事業所なんです就労継続支援 B 型とは、雇用契約は結ばずに、就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった方には、一般就労などへの移行に向けた支援を実施する制度。 障害のある人もない人も共に働くこのレストラン600坪以上ある庭園でゆったりと過ごせるよう3年の期間をかけバリアフリー工事などを施し癒しを感じる空間を作りました自分へのご褒美で美味しい料理を食べたら実は福祉施設で社会貢献になっていたというレストランを目指しています そして、この施設の開設には、ある父親の決意がありました。伊藤則之さんにお話を伺いました。私が三十になるときに、一、まあ、人息子が生まれたんですけれども、えー、生まれながらにして障害がございまして、息子が小学校に上がるときに、まあ、あの学校の先生に教えていただいたんです。けれども、ほとんどの方が就職できませんと。 で,できたとし3,000円ですと言われまして 3, 円というのは、はい、おっしゃる通りです当時僕もそう先生に聞きましたけど<は>月給ですとお答えを頂<月>、はい、い,いては<ぁ>月3,000円の月給それはどのぐらい働いた対価でしょうかとこれは本当に一生かけて本気で取り組まないとこう間に合わないぞと思いましてそれでまあ20年前に。 いいろろ考えたんですけど最初はあのまあ軍資金を貯めなきゃいけないのでえ不動産鑑定士の資格を持っていたので不動,産のまあ不動産業を10年間一生懸命やらさせていただいてで軍資金を貯めましてちょうど今から10年前の2012年の11月にショコラボというまあ当時全国では初めての 福祉のチョコレート工房を立ち上げましてま10年でだいたいまあ130名ぐらいの人々が関与して働いていてそのうちの半分が障害手帳を持っている方々という形なんですねそして今年新たな事業としてキウエモンテをオープンさせました こそうですねここ自体も B 型の福祉事業所としてオープンをしてましてもちろん盛り付けを手伝わさせていただいている方もいますし、えー、サーブをやらさせていただいている方もいますし落ち葉を拾ってお客様が来るまでにきれいにしていたり<ー>目立たないことですけど本当に我々もチームの一人としてありがとうって言えるその仕事をしてもらってます。 今ちょうどお掃除をされてらっしゃいますね,あ,すね、はい、あの彼女はもうここがオープンした時から、はいえー、ここで頑張ってくれている尾上さんです尾上さん、はい、お仕事中すみません普段どのようなお仕事をされてるんですかいろんなところの掃除だったり通信を終わったりしてます いいろんなお仕事をしてくださトーションを織ってるっていうのはこのことですね、はい、これをトーションですけどこの形に織るのをこういうメンバーさんの方々が一つ一つ丁寧にやってくれてます600坪を超える敷地内には手入れの行き届いた竹林や夏にはホタルを見ることのできる池など豊かな里山の自然が広がります。この場所を あらゆる人の共生の場にしたいと伊藤さんは考えています。こちらはユズですか？はい、そうなんです。うもうこれ天然のユズがいっぱいなってましす,すね。これでユズドリンクを蜂蜜とお砂糖で作ってとっても美味しいんです。ああ、美味しそう。はい、おお、二つ、二 <laughs> つ落ちてきた。すごい。うわあ、あ。 すごい、大きい。えー、こんな感じです。え、でも、もう、いい香り。はい。取れたて。敷地内にある、ナヤカフェで、収穫した柚子を使った、柚子ドリンクを、特別にいただきました。いや、伊藤さん、小野上さん、本当に、この柚子ドリンク、美味しいですね。美味しいですね。すごい贅沢に、柚子が使われてて。はい これ中に入っている柚子をこう、はい、食べてもいいんですね。もちろんです。あのこれ大好きなんですけど、えーね、本当に美味しい。伊藤さん、小野さんはじめ皆さんが働いていらっしゃる姿をどうご覧になっていますか。そうですね。あのかつてはですね理想の姿を求めて、それにどうやったらなれるだろうかっていうことに、えー、ものすごい心血を注いで、はい、スキーム構築をみんなでしてたんですけれども。はい そそれはそれはでとても大切なことだと今でも思っていますだけどそれともう一つ同じぐらいに大切だなって最近思ってるのは彼らがあるがままの姿でどういうふうに一緒に共生できるかその環境づくりを我々の方でできたら本当は素敵だなあっていうふうに思ってるんです。食事を堪能してもららいながら 自然な形で S.D.G.S. の価値を広めていける場所に育て上げたいと伊藤さんは考えています。続いては来月一日から開かれるチャレンジドウィークフェスイン横浜ニーゼロニー障害のある人もない人もお互いを大切にし、自分らしく暮らすをメインテーマに、障害のある方の暮らす働く楽しむを体感できるさまざまなコンテンツが用意されています。 どのようなイベントになるのか担当者に伺いましたまずこちらのえすっごく大きな絵ですねこれどういったいなんですかはい こちらは9月に障害者スポーツ文化センター横浜ラポールにおいて実施されたアートワークショップ2022で制作された作品です障害のある方と横浜市在住のペインターケンスケ高橋さんとのコラボによる巨大壁画アートになっています様々ないる海の生き物と一緒に仲良く泳いでいる姿は共生社会や多様性を表現したものになっています チャレンジドウィークフェスとはどういったイベントなんですかはいチャレンジドウィークフェスは、えー、障害理解などを目的として毎年障害者週間に合わせて視聴者で実施しています今年はどのようなプログラムが行われるんですかはい、はい、今年は12月3日土曜日に横浜市役所1階アトリウムにおいて様々なプログラムを予定しております例えば障害のある方によるコンサートや 補助デモンストレーショントークセッションなどですその他障害福祉施設で作ったパンやインテリア雑貨の販売それからパラリンピック競技でもおなじみの,坊っちゃんの体験なども予定していますあ,<っ>あと12月1日木曜日から9日金曜日までの9日間は同じく視聴者 1>, 1階、2階の展示スペースにおいて作品の展示を予定しています。それから2階ではこちらの巨大壁画アートなどの展示を予定しておりますので、ぜひ大迫力の作品を会場に見に来ていただきたいです。イベントを通して障害のある方の暮らす、働く、楽しむをぜひ体感してください。 さて今回浜ナビではチャレンジドウィークフェスでコンサートを行うあるミュージシャンのお話を伺いますミュージシャンの高生さん生まれてすぐに視力を失いました現在は音楽専門学校の2年生去年のチャレンジドウィークフェスでコンサートを行い今回2度目の出演となります こんにちはあ。高生です。よろしくお願いします。すね、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。学校から帰宅する高生さん。最寄り駅から自宅までの徒歩1分ほどの距離は、視覚障害のある高生さんにとって決して近い距離ではないことを教えてくれました。 小次さん普段こう道を歩くときに大変なこととか特に注意されてることって何ですか？展示ブロックを使って歩いているんですけど、はい、人が立ち止まったり、あと物を置かれたりすることがあるので、まあとても危険です。うん、駅前までしか展示ブロックがつながっていないので、そうですね、まあ周囲の音だったり匂いだったり、あとは道路の段差などを頼りに。 して歩いていますあ、今ちょうど自転車が通り過ぎました,りましたすごくそういう周囲の音とかにも敏感に判断してるんですねはい、はい、そうです帰宅後すぐに厚生さんはコンサートに向け練習を始めます特別支援学校の幼稚部でピアノ演奏を始め小学校5年生でオリジナルの曲作りを始めました 練習中の高生さんを見ていた足立さん、気になるこんな質問を。あの譜面を覚えたりとかするときはどういう方法でやってるんですか。はい。まあ私の場合はまあ譜面を書いたり読んだりすることができないので、はい、え何回も音源を聞いて弾いてます。ああじゃあもう耳で聞いて覚える。はいそうです。ああすごいですね。はい。 じゃ、もうこれ絶対音感というかわかるんですね。はい。現在、音楽の専門学校に通っている高生さんですが、ここまで様々なハードルがあったことを母親の由美子さんが教えてくれました。まず、学校を選定するときにも、やはり交通の便だけじゃなくて、その学校の校舎の内部のこととか。 そういうことも先にいろいろ調べなければいけなくて行けそうな学校を決めたところで相手が受け入れてくれるかっていうことは大きな問題があって彼を認めてもらわなければいけないので一般的な方の,あの大会全国のものとかいろいろ応募して実績をこう残していって学校の方にも今までにこんな 感じで賞を取れてるんで、えー、見えてないけれどもぜひお願いしますっていう形でやっとお許可をもらって今があるというような感じですかねこれまでに五十曲ほどのオリジナル曲を作ってきたこうせいさんですどうすれば君と共感できる青春というものが生まれるんだろう のノートに君の言葉埋め尽くす。では、チャレンジドウィークフェスの意気込みを聞かせてください。はい、えー、まあ、今回の会場は本当に明るくて広い場所なので。えー、一音でも一言でも。 自分の気持ちが伝わるように精一杯歌いたいと思いますぜひライ,ライブに遊びにい,いらしてください厚生さんのコンサートは12月3日横浜市役所アトリウムで12時30分から行われます 旭区にある日本補助犬協会にやってきましたチャレンジドウィークフェスではこちらの日本補助犬協会による補助犬のデモンストレーションが行われるんです今回はこちらで詳しくお話を伺いますこちらはどのような施設なのか教えていただけますか、はい、身体障害者補助犬法が成立して今年で20年なんです、はい、その補助犬法が成立したのを機に設立された団体で3種類の補助犬 盲導犬介助犬聴導犬を育成認定啓発している法人です。今回は補助犬の訓練の様子を特別に見せていただきました。まずは。何の訓練が行われるんですか。はい、あえっ、ー、と介助犬の、えー、訓練ですね。介助犬。はい。この子は訓練を始めてどのくらいなんですか。えっと大体三ヶ月ぐらいですね。ええー。はい 4ヶ月というとだってどのぐらいのレベルなんですかあまだまだ初心ですねあ始,め始めたばっかりですあまずこれはあ、まってくれたやっぱり車椅子だと物を落としたら拾いづらいので<ー>、えー、落としたものを拾うということをしてくれますへ割とこう最初にやるトレーニングなんですかあそうですねそれが一番あの需要が多いですね こちらは盲導犬の訓練の様子ですこれは電車や待合室などで空いている席を知らせる訓練です盲導犬にチェアと指示を出すと空いている席に顎を乗せて知らせます続いてははい、えー、聴導犬の訓練になります聴導犬ですね、はい 目覚まし時計の音を知らせるという訓練ですあ確かに大事なお仕事ですね、はい、それもね。目覚ましの音もやはり聞こえませんので、はい、え体の上に乗ったりおお、お早あとは布団をかいたりそういうことでお知らせしますあ、本当だ <laughs> え、じゃあこれもちゃんと起きるまで起こし続けるんですね こうして訓練された補助犬は、その後、ユーザーの方と生活を共にし、さまざまな場面での補助を行います。聴導犬ユーザーの方にお話を伺いました。今回は口の動きを読んでいただくために、透明のマスクを着用してお話を伺います。よろしくお願いします。なな福永さんにとって、マルコはどんな存在ですか

저가나 가조께가 왜 알아오거나 이니 또 이메즈가 맨나자 며 따라는 됐겼네. 때문에 저도께가 권나는 지자 이니 또 고도면나자면 며 따라도 며 맡는데. 저도 또 다다나 뻬또 다다면 때. 요거 자셔가나 요거 요거 라대로 포토가요. 껏단다 저거 되면. 때문에 기타로 권권 지상에면 이런 자료들 또 그거들 데크로 닦 ちょっとね、連れ出って、みんなに目玉もらったりして。つって、今、つって、今、きたん。なるほど。いや、私も補助犬って、本当に大きな、大きい犬を想像してて。こんな可愛い小さい長老犬も活躍していることを初めて知ったんです。あ,あ、どうやって知った。なので、こう、ああ私たちもしっかりそういうことを理解しないといけないなって思いました。パクさんが。 ある施設に案内してくれました。引退した補助犬が余生を過ごす老犬ホームです。介助犬を引退したダンテ君。はい、ダンテ君。はい、あのもう高齢で、大変、うん、あの辛い状態ですね。で、あのここにサポーター巻いてますけれども、はい、老犬になると寝てることが多いので。うん こうとずれができるんですね。それを防止するためにサポーターをつけています。はい、そしてこの子は山梨で盲導犬をしていたんですけれども、目に腫瘍ができてしまって適、えー、をしたということで今あのリハビリをしております。そして、えー、はいでココ <laughs> ちゃんです。ココちゃんははいココちゃんは奈良で盲導犬をしていたんですけれども10歳。 になりままししして、えー、めでたたく引退をしました皆さんお世話になりました<ー>引退をした後との、まあ、医療でありますとかその犬があの亡くなるまで最後まで見届けるるという使命があるんですねですから、えー、10歳ぐらいで補助犬を引退した後と大体1 5 6歳ぐらいまであのみんな頑張ってあの生活してくれておりますのでその子たちをここで、えー、見ております。 補助犬をめぐる課題について教えてくださいはい、補助犬は3種類いるんですけれども葛藤的に数が足りてないんです補助犬を1頭育成するのにおよそ500万円かかります多くは寄付や募金で賄われています補助犬を育成するのには多くの人の善意が必要なんですこの素晴らしい補助犬の事業を皆さんに応援していただきたい というふうにも思っておりますそうですね。はい、そしてチャレンジドウィークフェスでも、はい、デモンストレーションをされるということで嬉しいです日本補助犬協会のデモンストレーショントークセッションは横浜市役所アトリウムで12月3日に行われますその他ご覧のようなステージイベントが開催されます皆さんの参加をお待ちしています さて今回の「ハマナビは障害者週間を前に障害のある人もない人も一緒に楽しむための活動や取り組みをご紹介ししてきました自分へのご褒美においしい食事をしに来たら実はそこは福祉施設で社会貢献にもなっていたと気付く仕組みを作ろうという救援門邸の試み。 そしてチャレンジドウィークフェス in 横浜に参加する若きミュージシャンや、障害のある人を支える補助犬を育成する教会の取り組みなど、様々な人が共生社会の実現に力を注いでいることを知りました。誰もが助け合いながら、共に支え合って暮らしていく社会を作るために改めて考えていきましょう。